どうも、あ、東京、どうも、ありがとうございます。どうも、あっちもどうも、こっちもどうも、イェーイ、東京、どうも、イェーイ、どうもな、猫たち、にゃ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 、ゴー、ゴー、ゴー、犬だ、これ。ということで、ね、うわー、これ、俺、自分で聞くと思ったら、もう、なんか寒気がする。ね、もう思いつきでやるともうね、こういうことになるんだよ。もうほんとさ、31日ですね。ハロウィン、ハロウィンですか？ハロウィン。ね。いろいろなんかありますよね。言い方。ちょっとわかんないですけども。ねえ、もうね、そういえばね、先週言っていた、ポッドキャストネットラジオね、カフェ、ヒッキーさんね、こちらまた、よかったら聞いてくださいね。2回出てますからね、先週も言いましたけども、はい、よろしくお願いします。そして、忘れてました、ね、忘れてたわけじゃないんですけど、光イン埼玉さんとトレーディングカードを作るっていうね、それもね、もう、いろいろ進行してますので、もしよかったらそちらもチェックしてください。あ、光イン埼玉さんの、ね、YouTube のチャンネルをねチェックしてたけど、もうねあれなんですよ、チャンネル登録者数あんまりこういうことね、あんまりラジオで言ってもどうなのかなと思いますけど、YouTube チャンネル登録者数がね2万人超えてるっていう、ね、すごい人なんですよ。俺なんかはもうね、もう2000ちょっとしかいないのに、このなんつうの量の違い、もうびっくりですからね。久々にね、俺がドンキーコングをやったんですよ、ゲームの。その動画があるんですけど、再生回数6回。おい、6回だってよ。1年アップして6回しか再生されてないっていうね。中には、だってその6回の中に、俺が間違えて再生してるやつも何度かあるんじゃねえかなっていうね。なんで？と思ってね、再生してました。ね。だってサマーズさんがドンキーコング同じのやってたもん。それはもうね、すごい再生されてるのに、どういうことですか？やっぱダメなんだな。ね、人気のある人にやっぱかなわねえな、っていうね、感じで。あ、それで、ごめんなさい。話が飛んじゃった。で、ね、光イン埼玉さんの方でやってますので、そうね、トレカ作りっていうのね、その過程とかもね、動画アップさせてたりとかっていう話なので、ぜひともね、チェックしていただければな、なんて思います。で、そしてハロウィン、何回言うんだよっていうね、ね、あとはですね、日本茶の日っていうのがあるんですね。はい。そして天才、あ、天才はね、これあれですね、天と才、で分けてるんですね。だから10月31日でね、天才の日、ね、俺天才と思うのはあれだな、あの人だな、あの人すげえと思うな。とりあえずコマーシャルいきますね。よろしくお願いいたします。どうぞ。ホットアイズランチ編、大分の元祖唐揚げ、豊後牛のジューシーハンバーグ、特製タルタルソースのチキン南蛮、大分県産の食材をふんだんに使ったボリューム満点の平日ランチ。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩5分、ホットアイズランチ、皆様のご来店お待ちしております。はい、というわけでね、俺ね、そう、ちょっと変な感じで引っ張ったんですけど、そんな大したこと言うつもりじゃないんですけどね、俺天才だなと思うんだよ。あの人だな、あの人すごくない？石田ゆり子さんってすごくね？あの人50代でしょ？すごくね？マジか。ねえ、びっくりしちゃう。ねえ。いやー、だって全然若いじゃん。ねえ。なんで？まあまあいいか。ね、天才なのかな？まあ天才でしょうね。そういう点では、この、なんか美の天才なんだろうなっていうね。なんか美しさを保つ天才なのかなっていうね。だから50っすよ。ねえ。近所の50歳の人見たら、そら全然ですよね。なんかね。なんかランニングでこの、なんていうの、この、二の腕バリバリ描いて、なんか、お茶飲んでるみたいな。誰をイメージ、すいませんね。誰をイメージして言ったのかって話になっちゃうんですけど、なんかそんな感じがね、ちょっとあったりしますけど。ねえ、そんな感じでね。いろいろとね、やっぱすげえなと思いますよね。で、日本茶の日ですよね。日本茶ですよ。日本茶ってね、なんか、本当なのかな、なんかね、蛇口からね、ほら、なんか昔から言いません？お茶出るっていう。なんか、
ちょっと調べたら、なんかね、京都の宇治市っていうのかな、あそこお茶がね、有名だから、あそこの小学校とか蛇口からお茶出るらしいよ、ガーって。ねえ。なんかほら、あとは、なんかその、噂では、ほら、なんか都市伝説的な感じ、静岡県では蛇口からみかんジュース出ちゃうのね。あと、愛媛とかとほら、ポンジュース出ちゃうよ、みたいなね。ねえ、そんなんあるらしいですよね。でもね、なんかね、香川の空港は、あれですよ、出汁が出るらしいですよ。うどん食べるように出汁が出るってすごくね、なんかね、食うに困らないねみたいな、なんかそんな感じがしますよね。淡路島だとやっぱ玉ねぎが有名だから玉ねぎスープが出るらしいね。で愛知県だとトマトジュース出たりとか、ハウステンボスはねチョコドリンク出ちゃうんですよ、蛇口からわーっつって。で沖縄だとシークワーサーのなんか出るらしくて、ジュースみたいなのがね、シークワーサーパークっていうのがあるのかな、そこだとシークワーサージュースが出る、で新潟の居酒屋さんだと地酒が出るんだって、で大阪だと焼酎出てくるんですよね。もうこれなんかずっと生きていけるんじゃねみたいな感じがしますよね。羨ましいなってね、蛇口からいろんなもん出ちゃうんだなみたいなね、俺の蛇口からはみたいなね感じもありますけど、言わせねえよみたいなね、そういうのもありますけども、あんまりこんなん言ってもね変な感じになっちゃうんでね、まあね、なんだろうな、小学生の時はね本当にあれでしたね、山ほど遊んだ時に学校のね校庭にある蛇口から出てくる何日向に太陽ガンガン浴びてた中のお湯みたいなぬるい水が出てきて、これうめえなーっつって飲んだからね、よく飲めるなっていうね、感じもありますけどね。なんかね今考えればね、ちっちゃい子なんかみんな口つけて飲んでたからね、あの蛇口に、ごくごくね。あとは駄菓子屋さんで粉ジュースみたいな10円で売ってたんですよね。なんかパックみたいなの入ってて、口をきっちぎってね、あそこの学校の校舎の水をねちょっと入れてこう振って飲んだりしてね、うわうめえとか言ってね、全然美味しくないですあれ、ね量の分配が難しくって、すっごい薄いね色水みたいになっちゃって、なんか絵の具の溶いた水みたいな、でメロンソーダみたいな、全然ソーダじゃないけどみたいなね、あれ、なんかた、ちゃんとジュースにして飲んだことないけどみたいなね、まあある方ねコメントいただければな、どこに行ってるんですけどね、なんかこんなねペロペロ舐めてた気がするな、なんか口の中入れてもなんかねクリームソーダみたいな、なんか泡がモワモワモワみたいなね、なんかねそんなんもありましたね、懐かしいね、蛇口関係なくなっちゃった、っていうことですね、まあせっかくなんでハロウィンね、ハロウィンある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 ね、言いづらということでね、ハロウィンあるあるだそうですね、だそうですって自分で考えたんですけどね、ね、ハロウィンあるあるはね、いくつかあるんですよね、やっぱね、俺も考えてきましたから、スーパーマリオの帽子かぶりがちっていうね、これもね、ありますよね、結構ね、お安く売られるようになってるからね、あとね、のび太のコスプレね、これもいますよね、もう何にもすることは、メガネだけ取り付けかけて、黄色いシャツ着て、ね、のび太です、みたいなね、あとはね、ゾンビね。うおーおーみたいなね。ボロボロのシャツ、ね。うおーってね。いや、まあ、なかなかないですけど、渋谷とか行っちゃったら、全然関係ない。一般の全然コスプレとかしてない人に、あいつのび太だな、みたいなね、言っちゃったりとかして、ね、あいつはゾンビだな、みたいなね。お前、それ道で寝てるだけだろ、みたいなね。それは言っちゃいけない。ダメだ。ダメだ。出すぞ、つってね。ダメぞ、つってね。ゾンビじゃないっつってね、そういうこともありますよね。あと、あの人はアウトレイジだ、あの人はみたいなね、怖いからやめてみたいなね、そんなんじゃないっていうね、もうね指さしちゃダメって言ってね、あとあの人ねすっごいんだよ、あの人のさ本物そっくりなんだよ、なんつうのこの警察のさマークとかさ、この腕章とかさ、ああいうやつ、帽子についてる金属のなんか形とかさ、もろそっくりなんだよねって、それ本当の警察だからねみたいなね、よくできてて本物だよみたいなね、あったりしますよね。あとはそうですね、かぼちゃの煮付けが出てくるよって感じですかね。煮付けちゃったっつうんですかね。はい、まあそんな感じでございましょうか。10月も
ね、もう寒くなってきますからね、さすがに、もう冬も間近だなとね、いう感じになってきますかね。ほらね、あのハロウィンとかね言ってるのもね、年々なんかちょっと地味になっていく、定番になっていくのかな。それともね、また今年もねどうなるか分かんないですけどね、まあ来年からねまたね大盛り上がりするかもしれないんですけども、なかなかね、うちも子供が大きくなっちゃうとそういうのもあんまりやらなくなっちゃうね、いかがなもんでしょうか、皆さんのお宅はね。はい、というわけでとりあえずコマーシャルです。よろしくお願いいたします。ホットアイズランチ編、大分の元祖唐揚げ、豊後牛のジューシーハンバーグ、特製タルタルソースのチキン南蛮、大分県産の食材をふんだんに使ったボリューム満点の平日ランチ。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩5分、ホットアイズランチ、皆様のご来店お待ちしております。はい、というわけで、盛り上がってまいりました10月31日、122回目。これこんなん言いました最初ね、それすらもちょっと覚えてないんですけども、ちょっとね今回ね5本っていうのは、まあ、それ言っちゃいけないまあいっかね、たくさん撮っていますので、ちょっと何が何だかよくわからなくなってきちゃってるんですけども、なんかミスがあったらすいません、なんか直しておいてください。ということで、今月ね最後、終わりはですねお芋ですね。お芋もね、もう11月の食べ物に近いんじゃないかなとか感じだけど、まあお芋といってもね、芋といってもね種類ありますからね。やっぱねさつまいもはもちろんね、そしてね、かぼちゃもお芋に入るかな、入りませんかね、もありましてね、じゃがいもとかね、あとさつまいもとかね、ね、あとあいつは芋みたいな、ね、芋姉ちゃんみたいなね、芋兄ちゃんとかね、なんかそんな昔は言ってましたけどね、もう今そんな言わないですよね全然、全然関係ない、かかってなくね思いつきで喋りましたけど、芋先に言っちゃったし、芋兄ちゃんとかね、あ、芋2回みたいなね、なんかね、まあ俺は埼玉県なんでなんか芋2回みたいなないですけど、なんかあんなもね、なんかお祭りみたいなね感じで、なんかいいですよね、楽しそうね。そんなこと言ったらあれか、炊き出しとかと似てるかな、なんかみんな並んでねもらっちゃったりして、すいませんっつってね、お前は家に住んでんだからもらっちゃダメだよみたいなね、あ、そうなのみたいなね、お祭りだと思って並んでもらおうかなみたいな、あ、そういうのじゃないんでみたいなね、断られちゃうみたいなね、なんか新宿の公園とかね、ちょっとわかんないですけどあんまり適当なこと言っちゃダメだよっていうことね、あいつゾンビだみたいなね、ダメ言っちゃそういうことは、そんな感じでございますね、もう全然宣伝しなかったんですけど、せっかくなんで、もしよかったら川野田チャンネルというのもね、YouTube なんですけどチェックしていただけるとありがたいです。毎日17時ね、更新でございます。毎日新作動画が、毎日毎日1本、運がいいと2本、ね、ということでね、もちろんこのね、番組もアーカイブとして上がっていますので、よかったらお願いします。日曜日はだ、こちらの放送終わってから、17時、5時ですね。5時に上がりますんで、まあ、もしよかったらもう一回ね、聞きたいなっていう人はね、YouTube 上げますから、何度聞いていただいても大丈夫ですよ。ね、10回でも20回でも、まあまあ、何だと100回でもね、聞いてもいいし、過去の放送もね、もう、再生リストに載ってるから、もうぐる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 聞けるよ。初めからもう1回目からずっとね、ぐる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 聞けちゃうからね、つけっぱなしでもいいですよ。俺はもうそれそうすると再生回数が上がるんで嬉しいです。では。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そして川野チャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、それはね、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。男が始まった。あ、やばい、ちょっとごめん、トイレ戻ってきたら終わってる。それはね、15分番組だからだよ。変わんのだの別の動画も見てね。